はい、こんばんは。今日は2020年の第3回前頭後にまし、この6番のベクトルを頼まれたので解説してみようと思います。四面体 OABC があり、ベクトル OA、ベクトル OB、ベクトル OC はそれぞれこう表すと。また辺 BC の中点を D、 辺 AC を2対1に内分する点を E として、2点 MM のはこういう関係で、1番、まあ、2番、3番いいかな。はい、じゃあいきます。必ずベクトルは図を書いてくださいね。三角形、あ、違う、四面体 OABC と、2対1に内分する点が E で、1対1に内分する点が D。 じゃあまずベクトル OD、 ベクトル OD はこれ1対1、つまり1たす1分の1倍の1倍の OB たす1倍の OC ですね。じゃあ回答は2分の1の B たす2分の1の C と、これ回答ね。で、続いてベクトル OE と、ベクトル OE はここね。ということは、2たす1分の1倍のこのベクトルたす2倍のこのベクトル。ということで、3分の 1A たす3分の 2C のベクトルです。で、次。2の1。2が2つあるか。まず、点Pをどっか定めるんだけども、ベクトル EM。まあ、M っていうのはそもそも問題に書いてあるように、ベクトル OM 自体が A たす B。あ、ごめんなさい。A たす B だから、ここに平行四辺形作れるんですね。ちょっと見づらいか。向かいますよ。ベクトル A たすベクトル B が、こうなるので、じゃあ M はこうですね。これ平行四辺形ね。で、2の1番、ベクトル OP を定めなさいと。ということは、これ問題に書いてあるように、EP イコール T 倍の EM ね。EP イコール T 倍の EM と。じゃあ P はどっか、まあ、この辺かこの辺か分か、この辺か分かんないけど、まあ、この辺にある。で、EP っていうのは OP 引く OE ですね。で、EM は OM 引く OE ですね。で、これを OP イコールに書き換えると。そしたらこうなると。で、OE はさっきの回答ね。OE はさっきの回答を入れてください。で、OM は、これね、A たす B ね。そしたら、2の1はこうと。TABC を用いていたから。ベクトル OP イコール3分の1たす3分の2倍の T の A ベクトルたす T 倍の B ベクトルたす3分の2引く3分の 2T のベクトル C と。これが2の1ね。で、続いて2の2。点 P が DN 上と。点 P が DN 上と。あ、ここか。DN 上と。にあると。まあ、N はその直線 OA 上ですね。に P があるよと。ということは、DP をU 倍の DN、つまり DP を D 倍の UN ね。これ上、DPN が一直線上だから、DP イコール U 倍の DN としましょう。U は実数ね。そしたら DP はこうですね。OP 引く OD ね。で、DN っていうのはこうね。で、これを OP イコールに書き換えると。そしたら、さっきもベクトル OP だったですね。さっきもベクトル OP。今回はベクトル OP にしてるから、4点 OABC は同一直線上いないから、あとは係数比較ね。さっきの OP。これのベクトル A の横のこれイコールこれね。で、ベクトル B のこれ。これイコールこれね。で、ベクトル C の横、これイコールこれね。にしてください。そしたらこれ計算すると、S イコール3、T イコール5分の2、U イコール5分の1。これが出てきます。で、最後の、今2の2でしょ？ 2 の2。で、今度3ね。3は、まず、2の、まあ、2の2より、ベクトル OP はこう表せますよね。で、OP、あ、で、Q っていうのは新しく定めるんだけど、Q は、直線 OP と、三角平面、もしくは三角形 ABC のぶつかった点が Q ね。じゃあ、ベクトル OP がこうなんだけど、ベクトル OQ はこう表せます、当然ね。じゃあ、今 OP 分かってるから、こうと。で、点 Q は平面 ABC 上の点だから、平面 ABC っていうのは、小文字の A、小文字の B、小文字の C で表してるので、っていうことは、ここの係数、5分の 3K たす5分の 2K たす5分の 2K が足したら1になればいいですね。じゃあ、それで計算したら、K は7分の5と。7分の5。じゃあ、
7分の5ってことは5対2ってことですね。5対2ということは3番、まあ、5対2ってことは高さも確か斜め線ではあるけども、高さは5対2、底面積は一緒なので、底面積はこの三角形 ABC だから、だから今これが5対2だったんですね。ということはこれ垂線を下ろすと、垂線を下ろした時に、でここも垂線を下ろした時に5対2になってますよね。ということは体積比も5対2とが回答です。 V1 たす V2 は底面積も一緒、あとは高さの比が5対2だから体積も5対2とっていう答案を作ってください。よいしょ、ちょっとこれは難しかったな。問題もう一回書きます。ちょっと問題書きたい人はちょっと30秒ほど置いておきますので書いてください。